沢基地の皆さん、こんにちは。DK 土屋健一です、航空自衛隊の方もいらしているということで、この三沢基地で皆さんにね、見ていただくライブフーンですけれども、皆さんは今までこう僕のことを認知しているのは、イニシャル D であるとか、ワイルドスピードの東京ドリフトですとかね、そういったものでご覧になっていただけたと思います、そういう映画に関わってきて、やっぱり今回のアライブフーンに関して僕らなりに皆さんにリアルに見てほしい、リアルを感じてほしいということで、下山さんに注文を出したのは、監督に注文出すというのはちょっとおこがましいんですけれども、リアルでやってほしい、走りに関して絶対 CG は使わないでほしい、そこでやっぱり我々も本物のレースで使っている車両を持ち込むと。でドライバーに関しては二流は使いませんと、一流ドライバーだけ揃えて、リアルの映像を皆さんにお届けしたいということで下山監督にも了解を得てもらいました。そういった思いがこの映画には詰まってます、やっぱりこう内容としてはゲーマーが、ゲーマーといっても、みんな10年ぐらい前だと引きこもりって言われてたんですね、そういった人たちを世の中に出す夢を与える映画にもなってます。どうぞ皆さんが、アジアではもうこの映画大爆発してるんですけれども、皆さんがご覧になっていろんなところでアメリカ本土の方にもつぶやいていただければ、アメリカの皆さんにも見ていただけるんじゃないかなと思いますので、どうぞごゆっくりご覧になってください。注目のドライバーです。ふざけるな！ゲーム野郎に本物のドリフトなんかできるわけねえだろ！ドリフト舐めてんのか？舐めてないです。僕これでもゲームでは日本一なんで。いつも通りゲームだと思ってさ。ふざけやがって。勝ち抜いてこいよ。限界を決めるな、自分を超えろ。アライブフーン。